いや、学校の古文の授業はね、結構意外とレベル高いんですよね。確かむに。ずい。線引いて、4で活用とか書くじゃないですか。全然読めるようにならないよね、あ読れめないでね。す。武田塾チャンネル。入試始まりましたね。入試始まりましたね。で、とうとう。おそらくこのね、動画を見てくれてる皆さんはですね、結構その受験学年というよりは、来年受験を控えている方々が多いんじゃないかなと。いや、気になりますね。やっぱり1年間自分がどういうふうなルートを進んでいけばいいかなっていうのは悩むところですからね。だから1冊ごと武田塾のルートで選ばれている参考書を解説しちゃおうと。よろしくお願いします。はい、お願いします。中森先生、はい、今日の一冊は、今日は富井の古典文法を初めから丁寧にですね。お、これをまた初めから丁寧にってちょっと分かりやすそうですね。どんな参考書なんでしょうか。これは東進から出てる、参考書なんですけれども、富井先生って関西弁の先生が古文の文法を結構ね、分かりやすく、必要最低限の感じで説明してくれている、古文嫌いにかなりおすすめなおすすめ参考書ですか。参考書ですね。いや、もう古文嫌い多いですよ、本当に。僕も大嫌いですからね、古文。もっと詳しいのももちろんあって、一応推奨してるのは望月の古典文法実況中継なんですけど、あれはやっぱその古文ある程度やったことある人じゃないとちょっとやっぱりハードル高いかなっていう。そうです2冊あるしね。ね、この参考書ももちろんそのやっぱ薄くてまとまってるから、その分なんか説明もっとしてくれよみたいな人もいるとは思うんですけど、もっと説明したら古文とても難しくなるけど OK みたいな感じのノリなんですよね。そうですだね。から、なんか下手に古文に力使わずに、最小限のところをさーっと渡りきれるっていういいですところよね。で、古文嫌いでも、そんなに負担にならずにこなせるっていう。なるほど。なので、自分は古文が苦手だとか嫌いだとかやったことないって人は、まずこの富井先生のやつで最低限の内容をね、まず抑えて、古文って、あ、大体ここでやれるんだなっていうのをやった上で、より先の参考書に進んでいくといいんじゃないかなという感じですね。ですよね。古文、やっぱその嫌いな理由が、その学校の先生とかすごい深くまであるじゃないですか。やっぱ富井先生のこのレベルがすごい、僕もできない受験生にもおすすめですね。学校の先生あるある、ノートに2行分けてありますね。2行分けて書いて、こう線引いて、4で活用とか書けるんですけど、全然読めるようにならないよね、あれね。読めないですね。あれやっても訳はできないですよね。ですね、あと間違いないです精読はできても周りの文章を読めないから、基本うちはだから省略からまず補えって話はしてますけど、いや、学校の古文の授業はね、結構意外とレベル高いんですよね。確かむずに。い。なので、2行書いて、ね、やっても国立の編集になってもね、なかなか古文できない人にあれやってもなかなかできるようにならないんだな。無理ですね。できない人は、この初めからやってみるとかね、ゴロゴとか、そういうのから覚えてくれるんじゃないかなと。ですね。今回は以上です。矢部先生、この動画見てね、もっと参考書のこと知りたいな、ちょっと自分の勉強のこととかちょっと具体的に相談したいなみたいな、人はどうする？こちらですよね。こちら。こちらに、アクセスしてもらえれば、武田塾で無料の受験相談が、1時間がっつり受けられますんでね。僕もこの相談を受けて、もう本当人生変わって、偏差値30ぐらい上がって逆転合格できたんでね。ただいま校舎のね、めっちゃ増えてるんで、増えてますね。最寄りの校舎でね、ぜひ相談を申し込んでいただければと思いますので。